ったよ、タカ。早く早く買いに来たよ。あー、体育館で迎えに来てくれたよ。この車欲しいかもしれないよ。ではでは、お願いします。はい、シートベルトした？したよ。すごい、体感めっちゃ静かだね。電気自動車だから ね完全な。めっちゃいい。体感の乗り心地はどうですか？めちゃめちゃいいよ。めっちゃ快適だよ。だからでもエンジン音がないのがちょっと寂しいよね。ノー、全く。静かに、静かでめちゃめちゃ高級車な感じはするよ。これなんか疑似的にエンジン音とかって出さないんですか、体感って？あ、オプションではありますよ。あるんですね。はい、やっぱ俺みたいなアホな人がいるんだね。そうだよ。なんでうるさくなるだけでしょ。いや、よりなんか運転が楽しくなりそうじゃん。ノーノーノー。あ、すいません、ありがとうございます。到着しました。やっぱりこの日の光を浴びた時のこのブルーのツヤツヤ感すごいね。なんかブルーってあんまりさ攻めづらいじゃん。なかなか選ぶ人いないよね。そうだから、これはかっこいいわ、うん、色。皆さん参考になると思う。そう、ポルシェを買うならこの色がおすすめです。ブルーおすすめだね。すいません、本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ここに入ったことないかもしれないよ。どうぞ、おかけになってください。はい、ノーシャルームですね。私も特製の。ドイツだったらシャンパンにアルコール入ってるんじゃない？あ、飲酒運転できるからね。そう、どっちかというとなしの方が好き。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かっこいいね。よいしょ。すいません、ご納期ご迷惑をおかけして。いえいえいえ、全然です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、乾杯。あ、すいません。すいません、これからもよろしくお願いします。お願いします、ご乗車。いただきます。ありがとうございます。やっぱり納車のシャンパン美味しいよ。美味しい。特別ですね。飲むのが早くないですか？もうゆっくりゆっくり。全然ゆっくり。みんな待ってるから。タイミング待ってる。おかわりもあります。みんな忙しいから。そうですよ。先生、本当におかけていただいて。はい。はい。逆にもうご予定はくよ。ちょっとドライブに行く。ドライブはちょっと走ってぐらいですね。はい、私もいいですからね、今日。はい、そう、本当に。いや、晴れてよかったよね。雨だったら最高だったよね。ちょっとお時間いただきますから、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。いつまで飲んでんの？早く飲んで。いつまでやってんの？ゆっくりでいい。すいません。お飲み物いかがでしょうか？はい、僕、オレンジアールグレイで。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと飲みますか。ポルシェが書いてあるよ。おー、なんかこの部屋欲しいよね、本当に。ガレージの代わりにこれめっちゃよくない？こっから帰ってきてさ、ここに止めてさ、で、あの奥でさ、さっきみたいにちょっとくつろいで車を見る。やばいやつだよ。ちょっとシャッター開けますか、勝手に。大丈夫です。これで、はい、車と Wi-Fi を接続、はい、Wi-Fi、Bluetooth 接続することによって、ペアリングされるんですか？はい、されます。お、すごい。お、一応これが鍵でございます。はい、で、鍵が2つあるんですけど、はい、1つ1つに
いわゆる電波が違うので、例えばこっちで開けると、はい、車はもうこっちで開けたっていうのは認識するんですよ、はいはい、何かっていうと、これで設定したものはこれで記憶してくれます。あ、なるほど。で、こっちで開けるとこっちで開けたっていうのは車は分かるので、すごい、意外と賢いです。すごい。もうたか、小学生みたいな。では、いいですか。いいですか、はい、私は準備 OK。 はい、ではお願いします。はい、行きます。おー、めっちゃかっこいい。いや、黒やっぱりいいよ。黒やっぱりいい。当たり前だけどピカピカ。めっちゃピカピカ。いろんなところにポルシェ書いてあるよ。ここの中とか、ここにポルシェのマークがあって、ここにポルシェ書いてある。見て、なんかほとんど動いてないからめっちゃピカピカだよ。いや、それはそうでしょ。これでさ、めっちゃ汚れてたらさ、誰か乗り回したかった。それはそれで困る。すごい。うわ、すごいね。綺麗だね。うわ、かっこいい。いいな。メタリックブラックです。なんかちょっとツヤツヤしてる感じ。そうだよ。こちらはマカンです。マカンを買いました。新型マカンです。ここのなんかグラフィックもかっこいいね。ね、 3D みたいになってる。なんか自分の車になるとより感動するよね。これもなんかかっこいいよ、この。そうだね、なんか細かい。でもこんな走ってても絶対見えないけどね、細かい。そう、今造形がなんか綺麗だね。うわ、かっこいい。はい、今一周しましたよ。また今度オプションも紹介してもいいかもしれないけど、いろいろつけてます。しまってます。はい、これあ、これめっちゃかっこいいよ。え、そういうのだったの。めっちゃかっこいいよ。あ、こっちもね、これ。うわ、めっちゃ新車の匂いするね。それはそうだよ。日本より早く撮りたいね。そう、1日くらい窓開けて置いとくか、外に。あ、ここにパドルシフトがあるね。で、これね、新車の匂いだ。はい、ボタン。これもオプションですね。これは黒のパッケージ。ハイスピードボタンだよ。はい、レナは押すことありません。で、いや、これも新車のマカン、一番新しいモデルのマカンはここにタッチパネルになって。そうだね、1個前まではなんかボタン式だったもんね。もうここに、はい、じゃあここで寝てください。そう、そう、もう離れないよ。バイバイ。ブレーキ踏まずに回していただいて、はい、おぉ、そういうことなんだね。今、何、携帯と、はい、車をペアリングした。で、例えば今これドライブ入れようとすると、話していいですか、ブレーキ、はい、バーンっていかないですか。本当は進まない、はい、で、アクセルをちょっと軽く踏んでみてください。大丈夫ですか。はい、軽くです。開いてないですよ。で、こうやって出るので。あ、なるほど、なるほど、はい、よかったよかった。パッキングブレーキがついてます。パッキングブレーキ解除してくださいって、はいはい、しないでください。はい、大丈夫です。これでバーンって言ったらめっちゃ思って、動画めっちゃ伸びるけどね。納車式でぶっ壊れましたって。はい、大丈夫です。はい、ちょっとボンネット開けてみますね。まあ、どうぞ。はい。お、すっごい。そんなかっこいいんだね。意外とプラスチックだよ。おお。カバーじゃない？重たい、これレナ重たいかも。 OK。 はい、では乗って帰りますか。そうだよ、そろそろ。トランク、レナさん開け方わかりますか。ちなみにポルシェここにないですよ、ここに。そう、かっこいいから隠してるよ、ここで。そこボタンポチッと押すと、わ、めっちゃ入る。お、なんか倒したらめちゃめちゃ入りそうだ。そうだよ、倒したらスノーボードも入るよ、縦に。あー、だ、ダメだよ。スノボもいけるよ、これ。ノーノー。サーフィンも多分入るし。ノー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 。で、またここで、はい、閉めますか。まあ、これが1ヶ月もするとドロドロになってきますので。ただ、いいところは、ポルシェ上田店で買った方は洗車サービスがついてますので、ボディもホイールも全部持ってこれば洗車していただけます。そうだよ、自分で洗うの大変だから。はい、行きましょう。運転できる？大丈夫そう？
はい、どうぞ。では、さよなら、レナさん。いやいや、ちょっと乗りますか。乗ります。めっちゃかっこいい。はい、では乗りましょうか、はい、皆さん見て待ってください。そうだよ。あ、ありがとうございます。よいしょ。はい、やりに入れてください。はい、北川さん、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、どうぞ。左でもめっちゃ見て。ありがとうございます。ありがとうございます。頭を下げて。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。うわぁ、ポルシェ。公道走っちゃいました。めちゃめちゃ中古車になっちゃいました。これで何十万の価値が。あれだよ、もう22キロついてたよ。あの、ちなみに私は最初に運転したいと言ってたけど、タカが運転させてくれなかった。ここ左だったよ。もうずっと反対方向に行ってるよ。どうですか。いや、いいですよ。めちゃくちゃいいですよ、ね、事故せずに家に帰ります。あの、動画的には事故した方がいいよ。事故したらやばいです。動画的には。おお、後ろの車大丈夫。ああ突っ込まれたらバシャーンってなったら。いや、これからずっといつもタカが心配するよ。まあ、突っ込まれたら突っ込まれるけど、再生回数が伸びてくれれば修理代も払えますので、皆さん事故した時はぜひ再生回数でお助けください。ちなみにポルシェの鍵がポルシェの車だよ。それ911っぽくない？形ビヨンビヨンビヨン。これ車に合わせてくれたらもっといいよね。マカンの車だったらマカンの形のやつとかさ。まあ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 。これ左で。ポルシェが書いてあるけど。はい。ちなみにこのまあほぼ1年間。いつ注文しました？8月。だから10ヶ月。9ヶ月とか、ね。9ヶ月10ヶ月ぐらい待ちましたね。結局めちゃめちゃ途中途中にお世話になりましたね。なんか そのポルシェのサービスはやっぱり抜群だねという。うん。本当に定期的にこう LINE メッセージとかをくれて、そうね、すごく今日も丁寧でいろいろ説明してくれたし、あの動画を撮ってるのになんかいろいろ、まあ、動画を OK してくれるのがまず嬉しいよね。そう、優しいよね。そう、全然いいですよって心よく、うん、そう。あ、それがあれ、これさっきの道戻ってきてない。あ、タカオッケーオッケー。恥ずかしいよ。ポルシェを取る。あいつら迷っとるじゃん。ドライブ。で、今さっき営業マンの方に聞いたら、今マカンを買うと1年半待ちらしいです。まだタイミング良かったね。うん。まあ、どんどんだから今もどんどん伸びてるよね。うん、納期が。どんどん悪くなるね。そう。もう車みんなもう2、3年後に。そう。欲しいなら買わなきゃいけないみたいな。多分全車そうだと思うけど。うん、半導体不足とかでどんどん伸びてるもんね、うん、大変だね。まあ、待ってる時間が楽しい。やっぱ戻ってきたよ。恥ずかしいんだけど。ポリシー戻ってきましたよ。ポルシェセンターに。もうあの、見かけたらなんか不安になるかもしれないよ。なんか OK じゃなかったかな。あ、確かにあいつ戻ってきたけど、なんかもし問題あったかなって。ポルシェセンター上田の営業の皆様と店長のね、なんか本当にみんなめちゃめちゃ丁寧でいろいろ、いつも和やかに特別感がすごい笑わせてくれるし、なんか特別感すごくない。まあ納車式だからね。でもこれで適当に扱われても困るけどね。いや、わかんない、車買ったことないから経験ないけど、ポルシェは比較ができない。そう、でもなんか日本車のトヨタを買おうと日本車もさ全然違うんじゃない。日本車の営業マンの人もめちゃくちゃ丁寧だと思うけどね。それこそ日本だからかな。そう、サービス精神。ドイツでポルシェを買ったらどうなんだろうね。はい、ということでまたこの車で遊びに行きたいと思いますが、いっぱいいっぱい遊びに行きたいよ、レナの運転で。そうだよ。ということでこの動画はここで終わりにします。ポルシェの私たちの納車が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録も忘れずにお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。